1927年8月25日夜地平線の彼方ケザル友人オニール作を読み終えたこの1ヶ月間いろいろなことがあった芥川龍之介が7月24日に自殺した8月に入ってからその出発を出発した女がどうしても打開ができず そのままになってしまった。9日頃から築地小劇場に関係して、名日もなく十四五日まで何もできなかった。そして、重大なことには、自分の助手と一幕者が文芸戦線十月号に出ることになったのだ。今、文壇のすべての注目の的になっている雑誌だ。東京にいないことは残念の極みだ。 この祝賀のために、二三日、武田や斎藤と興奮した日を過ごした。仕事は一行もできなかった。チャップリンの黄金鏡を二度見た、全部で四回。ますますチャップリンの皮肉、頭の良さ、喜劇的効果、哀愁を混合することの逆効果、場面のテンポの速い回転、そんなものにまた感心せられた。 パンヒヨローフ、空気饅頭ソビエトロシアで大評判のもの今まであまり作家が手をつけなかった銀行金融界の暴露そういう意味で珍しい作品走り読みのためにいい印象は受けなかったところどころ新しい技巧が目に入ったがゴーゴリ検察官田舎の管理生活その他の集大がカリケチュアとして 滑稽に出ている。もちろん作者の批判的態度もわかる。が、一辺が妙にあっけない気がする。暇があったら、モリエールの喜劇ものを読んでみようと思う。しかし日本人には、あるいは相当優れた悲劇をかける人がいるとしても、真の意味の喜劇をかける人はいないのではないか、という気がした。もちろん世界としても言える。 喜劇を書くには一種特別のターレント、天才がいると思う。カーレル・チャペックの虫の生活を読んで、劇に乗せて役者がそれをやることによって芸術的な味わいをその役に出せるというところの絶対にない芝居である。テーマだけがあからさまに出るものである。蝶の生活。 その他批判的にすぐ人間社会に当てはまる。ちゃんと出ている。終局で人間が性に執着するのと動物界の党を対象して面白いと思った。ルイジ・ピル・ランデルロ、六人の登場人物。走り読みではっきりしないが少し退屈すると思った。役者と登場人物というものがちっとも合致しないものだ。ということは分かったが。 これはもう一度読み直そう。ハーゼン・クレイフェル、人間、それから劇と評論で北村小松氏の夜の七場、八田元雄氏の社会層等、伝文のような簡単なシーン、短いシネマのようなものを読んだ。在来の約束が小気味よく破られているし、リアリティそのものをすっかり抜けきっている。ストリンドベルクのソクラテスやルーテルなどと違う点である。が。 夢の戯曲などは近いテンポも速い舞台装置を朝から夜中まで式にしてやれば効果は相当あると思う自分もこういう作品を描きたい助手とは形式としては客観的な静かな筋のない劇であるからなおそう思うチェゴフの「桜の園を」をまたまた何度目かの繰り返しで読んだ 何より影の多い芝居だ。チェホフが雑談的、ユーモアな、そういう技巧に意識的に溺れている、というところが見えないまででもない。しかし、過渡期の形式ではない。プチブルジョアの末期という気がする。お上品劇。トルストイの闇の力は途中で良してしまった。岸田国夫の屋上庭園を読んだ。 屋上庭園は今まで何遍も取り扱われたもの親身はちっともないセンチメンタルな古物ただそれを運ぶ会話が上手なだけ周囲は芝居技巧としては前者より劣るかもしれないが新婚の男の気持ちが普通の男の気持ちがはっきり出ている周囲とするあたり軽いいつもの皮肉が出ている写真ごく軽いもの 幕切れあたりがちょっと人情味が出ている。温室の前、ごく穏やかに事件が起こりかけて、しかし起こらずに元のままに、そのままになることを描いたデリケートな静かなもの。プチブルジョア的な感がどの作からも来る。下手ではないが。芥川の著作を死後読んでみた。文章のスケールは独特かもしれないが。 説明的であるのに参った。雑誌改造では、三つの窓、芥川は良かった。ことに宙からは変に暗鬱な感を受けた。朦朧とした風、横光、よくできていると思う。文芸戦線では、デマゴーグ、里村くらいが良かった。拍手しない男、藤森は絶品だ。 改造の天の土星、葉山は、ドストエフスキーの死人の家のごくくだらない一部分のようで、エピソード、嫌だ。しかし、筆が落ち着いてきたようだ。里村金蔵氏の文章には、どこか旨味というものが出ているようだ。いいことだ。やっぱり奴隷だ、村山は、気が利いて軽いが良かった。もっと重みのある作品になるものだが、 その他、築地小劇場の愛翼では、友田は上手いが、深刻ぶった大げさな芸が気になった。田村はまあ悪くない方だ。あとはゼロ。チェホフの熊では、真理のプロセスがよく出ていない。怒鳴り散らすのは考えものだ。舞台照明はあまり感心したものでない。福田と久しぶりで会ったが、 気持ちがどうもぴったりしなかった。俺が東京へ行きたがったら、まだそんな野望を持っているのか、と言った。モーパッサンの死亡の塊を読んだ。傑作だ。堂々たる傑作だ。俺の尺夫とう一対のものだ。今までこういう作品に目をつぶっていたのは馬鹿だ。そして何よりいいと思ったのは、 作者がちっとも作中におせっかいにも首を出していないことだそしてまたそれは嫌なことだがストリンドベルクの「ユリエ城」を武田へ貸す前に読んでみたやっぱりボンでない女をあんなに知っているなんて脅威だクマを見るとチェホフもかなり鋭いが「オニールの上を読んでからぜひ読んでみたいと思っていた オニールの傑作を2編読めることは幸福だ「地平線の彼方、ケけざる」「けざる」は主観的な「すなわち」の連続従ってダイナミックなものだ朝から夜中まで式。き一人で同じようなことを怒鳴りながら繰り返しているそれもくどく長ったらしくしかしこういう点がこの一編に不思議に重圧的な力を与えている もう少し芸術的に語句の節約をしたら素晴らしいものになると思う。テーマについてはただの疑問がある。低能寺を取り扱ったら問題外だ。なぜって労働者の全部は決して低能寺でなんか決してないのだから。地平線の彼方は少し長すぎる。が、随分デリケートなところまではっきり掴んでいるのには驚く。 同じような兄の帰る場面が続くのはどうか。作者の描こうとしたテーマも性格もまずはっきりしている。が、そう得意なものという気がしなかった。日本人にはどうしてもこういう作者の持っている迫力というものを持ち得ないようだ。悲しいことだ。俺は、俺はそれを持つ必要がある。 カイゼルの朝から夜中までは途中でやめてしまった。こんなに忙しい自堕落の自分の仕事にはちっとも手をつけなかった俺が、それでもこれだけのものを読んだ。そんなら俺は一体どこに出てくるんだ。今月自分は古いものはチェホフ、ストリンドベルクからカイゼル、ハーゼングレーフェル、オニールなどいろいろな傾向のものの 一般的な見通しがついたそしてそれらがおのおのいかなる社会的条件において生まれたかも考察されなければならない。今はお前はお前の姿に順応して独特のスタイルを持って生まれいずべきだ。25日の夜シルス